最初お願いします。始まるよ。リス君大丈夫、6号5はい、6550。健康チェック表あります、はい、はい、じゃあちょっとそれ見せてください。この上げた後にその55上げるんですけど、うん、その時全部は食べきらないで、多分10ぐらい残ってるんですよね。ああ、なるほど。この次の揚げる時にはもう食べちゃってる。あ、それまでには食べてる。うん。じゃあこのうんちはさ、全部さ、終わりの方が柔らかいのはないのかな。ね、全部ってわけじゃないですね。ここら辺はないですよ。ここら辺ぐらいからないですね。うん。あ、それまではちょっとあった。ちょっとあった。最後の方をちょこっと入れるのはありました。今日はなかった。この薬に 10g 使ってるんだよね。そうですね。だから65の65で130でプラスセサミンが 10g。 はい、了解です。ここは結構不安定で食べるかちょっと目が分かる。10度5分です。ゆっくり上げてたんですけど、元気はだいぶ普通に戻ってきてる。私は思うんです、疲れやすいって感じはします。お散歩行きたがるので。あ、行きたがります。うんうん、で行ってもちゃんとずっと歩いてる。何分ぐらい散歩行きます？なんか、通常は10分10分。うん、その間はちゃんとシャキシャキ歩いてますか？歩いてる、歩いてますね。ここ数日は歩いてるんですけど、うんうん、この前は、うん、途中で立ち止まったりしてる時はありました。ありました。うん、じゃあだんだんには歩けてきてるんですね。はい、はいはい。じゃあ今から治療します。明日来れるんですよ。明日聞きます。できれば午前中に来れます、うん、はい、で朝はちょっと食べずで、あ、分かりました。薬も飲まずで、ま、飲まさないで、飲まさないで。あ、分かりました。いいです。何もしないで、ね、うん、そう、はい、お水は飲ませてください。はい、ね、それでその方が血液のデータとしてはしっかりしたのが、うんうん、食べてるとちょっと数字の変わるのがあるもんですからね。分かりました。はい、じゃあ15分か20分ぐらい、はい、時間を待ってください。はい、治療していきますよね。はい、じゃあこれ使おうか。